ルトガー・ハウアーは、オランダ出身の俳優。両親は、演劇学校の教師である。両親が、不在のことが多かったため、彼と妹たちは、ウバに育てられた。アムステルダムで育ち、15歳の時家でして、海に行き、貨物船に乗りデッキを磨いて1年を過ごす。家に戻った、彼は、3年間、電気技師や大工として働きながら夜間学校の演劇クラスに通った。 実験的演劇集団に参加して5年後、1969年に、テレビドラマシリーズ、フロリスの主役に選ばれた。これは、アイバン法に似た中世アクションドラマで、彼は、無効水な冒険家を演じた。ポール・バーホーベン監督に、危険な愛の主役を任されたのをきっかけに、ハウアーの俳優としての評価が上がった。この映画は当たり、しかも本国公開から2年も経ずに、 外国でもヒットした。南アフリカ共和国を舞台にアパルトヘイトに焦点を当てたアクションメロドラマケープタウンで英語圏でデビューしマイケル・ケインとシドニー・ポワチェと共演したがハリウッドの目を彼に向けさせるほどの役ではなかった。それから数年間はヨーロッパでの映画制作に戻った。この期間、勝負、ケティと女王陛下の戦士とスペターズ、スペターズで バーホーベント仕事をした。偶然にも女王陛下の戦士とスペターズ、スペターズでハワーは仲間の国際的オランダ人俳優ジェローオンクラッペと共演している。シルベスター・スタローン支援のナイトホークスでついにアメリカで本格的デビューを果たす。冷血なテロリスト役で強い印象を残し、翌年リドリー・スコットの SF 映画ブレードランナーで ハリソン・フォードと対決するレプリカンとのリーダーという大役を得た。ニコラス・ローグの錆びた黄金ではジーン・ハックマンの娘役テレサラッセルに求愛するプレイボーイを演じた。サムペ・キンパーのバイオレント・サタデーではジョン・ハートを相手に受験記者を演じた。リチャード・ドナーの中世ロマンスレディ・ホークではミシェル・ファイファーの恋人の騎士を演じた。ハワー,ーは観客に 強烈な印象を与え続けた。特に印象に残る役として、キッチャーの謎のヒッチハイカーが挙げられる。一人で自動車旅行をしている主役のシートーマス・ハウエルを殺すためしつこく付きまとう。簡単に死なない点もレプリカントの片鱗をうかがわさせる。名声の頂点では、旧ユーバー方便のロボコップにロボコップとして出演すると発表されることさえあった。 イタリア人監督エルマンのオルミは聖なる酔っ払いの伝説でハウアーの優しく神秘的で情熱的な面を掘り下げた教会で借りた無償書借金を返そうとする間にパリで酒で死んだ失われた魂の物語である座頭止血煙街道をベースにしたアクション映画ブラインドフューリーで フィリップのエスもハウアーの精神的な資質を利用しようとしたが、映画は成功しなかった。世紀末後の世界を舞台としたサルート・オブ・ザ・ジャガーで、ジョアン・チェンの相手役として SF 映画に戻り、かつてのチャンピオンを演じた。ハウアーとチェンは、さらに2つの SF 映画、ウェドロックとアウターゴールドで共演した。1990年代までにハウアーは、映画での役と同様に、 ギネスビールのコマーシャルでのユーモラスな登場でも知られるようになった。地球温暖化のため水没したロンドンを舞台にしたスプリットセカンドに出演。ニューワールドディスオーダーではタラ・フィッツ・ジェラルドの相手役を務めた。これらの低予算映画の合間にカイリー・ミノーグのオン・エイ、like ・ナイト・ライク・ディスのミュージックビデオに出演した。21世紀に入ってからは大作で小さな役を演じた。 コンフェッション、シンシティ、バットマンビギンズなど。2019年7月24日に公式サイトにおいて、ルトガーは非常に短い闘病生活の後、2019年7月19日金曜日にオランダの自宅で静かに池を引き取ったと発表された。ハウアーは環境保護論者としても活動した。ポール・ワトソンが ノルウェーの非合法な捕鯨船を沈めたことで1994年に有罪判決を受けたときは釈放のために戦った。また、ルトガー・ハウアースターフィッシュ・アソシエーションというイーズ研究所を設立した。1985年に2番目の妻・インネケと結婚し、一人の娘を設けた。ありがとうございます。